原子同士の結合の種類は、すでに習っています。共有結合やイオン結合、金属結合などがありました。ここからは、化学反応の仕組みを勉強していきます。その、化学反応の仕組みとして、代表的なものとして、今回、勉強する、酸と塩基の反応というものと、後に習う、酸化還元反応があります。ここでは、まず、酸と塩基の反応というのを勉強していきます。酸と塩基の化学反応という研究は、古代から続いていた、錬金術に関係するものとして、特に17世紀頃発展してきた研究によるようです。錬金術とは、高価な金属である金を、別の金属から化学変化させて作ろうとする研究です。結局、金を作ることはできないままなのですが、これら、錬金術の研究の過程で、金属を溶かすものとして、塩酸や硫酸などの薬品が生み出されました。塩酸というのは聞いたことがありますね。酸性の水溶液でした。つまり、青いリトマス紙を赤色に変えましたね。塩酸というのは、塩化水素という気体の水溶液なのですが、この塩化水素というのは、代表的な酸です。反対に、水酸化ナトリウムの水溶液は、赤いリトマス紙を青く変えました。つまり、アルカリ性でした。アルカリ性は、酸性を打ち消す働きがあることも習いましたね。この、水酸化ナトリウムというのは、塩基なのです。簡単ですね。ほとんど、習ったことばかりですね。はい、ただ、錬金術の時代から、急速に進んできた研究により、酸と塩基について、それらの物質の正体、つまり、酸や塩基の本質的なものが、だんだんわかってきました。ここでは、いくらか歴史的な流れを踏まえつつ、酸や塩基の本質を勉強していこうというわけです。まず、歴史的に、酸と塩基の本質にぐっと近づいたのは、アレニウスという人です。日本では明治時代の中頃、スウェーデンの科学者、アレニウスは、水の中では、食塩は、電気を持った粒に分かれる、つまり、イオンになっている、ということに気づきました。イオンについては、もう勉強しましたね。この考え方により、彼は、ノーベル化学賞を受賞しました。彼は、イオンに着目したのです。彼は、酸としての共通の内容として、水に溶かしたとき、水素イオンを生じる。塩基としては、水の中で、水酸化物イオンを生じる、ということに気づいたのです。酸の、代表的な例としては、さっき紹介した、塩化水素です。これが水に溶けると、塩酸になるのですが、その水中では、塩化水素、HCl が、このように、水素イオンと塩化物イオンに分かれている、というわけです。このように、水素イオンを生じることが、酸としての性質を持つことの、原因になっているというわけです。また、水酸化ナトリウムという白い固体は、水に溶かすと、このように、ナトリウムイオンと、水酸化物イオンに分かれるというわけです。この、水酸化物イオンを生じることが、塩基としての性質を持つことの原因であるというわけです。この、水酸化物イオンが、赤いリトマス紙を青に変えます。ここで、ちょっと注意があります。水素イオンを生じる、とありますが、これは、水素の原子核だけを出すということになります。しかし、原子の大きさに比べて、圧倒的に小さな存在である原子核というプラスの電荷を持ったものが、そのまま、水中で安定的に存在することは、
電気力の意味から考えて不可能です。つまり、放出された原子核は直ちに別のものと反応をすると考えるのが正しいのです。実際はこのように近くにある水分子と結合します。水分子の方から一方的に共有電子対が与えられる範囲結合ですね。前に共有結合のところで勉強しましたね。そしてこの全体としては1プラスというイオンになります。これはオキソニウムイオンと呼ばれるのでした。このように酸から放出された水素の原子核はオキソニウムイオンとなって水中に存在しているのです。これが水中における水素イオンの正体なのです。でもこれを書くのは面倒なのでこの式のように H プラスのままで構わないことになっています。先生、アンモニアには水酸化物イオンが含まれていないのに、アンモニア水はどうしてアルカリ性になるのですか？はい、説明します。アンモニア分子が水に入ると、アンモニア分子のうちのいくつかに対して、このように水の分子から分離した水素イオンが近づいてきて、ここに範囲結合します。すると、これはアンモニウムイオンという陽イオンになり、こっちには水酸化物イオンが残ります。これが残るということは、アルカリ性を示すということですね。さて、ちょっと注意。この反応は、強力な反応ではないので、こっちからこっち向きの反応も起これば、こっちからこっち向きの反応も起こります。つまり、こっちの状態になっているのは、水に溶けたアンモニア分子のうちの一部だと覚えておきましょう。詳しくは、このボタンを押してください。